おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今回の経営に関して、立て直しもそうなんだけど、立て直しもそうなんだけど、マーケティングというか、事業の優先順位の話で、ちょっとわけわかんないんだけど、事業、例えばね、売上、この数字が芳しくない、どうする？売り上げを上げるとか、そのままですよね。売り上げを上げたいんだと思うんですけど、売れるような努力をする。ここのやっぱ前提にね、いやと客や、お金、売上だよね。もっと欲しいっていう欲求が出るよね。で、この背後に基礎がある。これは何だろ基礎がある。かこの考えを支えるものがある。この考えを欲しいっていう欲望を支える基礎的な思考がある。それは何だ今の生活を維持したい。ろう要は、客やないっていう思考だよね。で、実際こっちが、これは要するに、おそらくこれ欲望を支えているものは信念なので、要するにこっちの方、宇宙はこっちを実現しようとする。なので、この思考でやると、要はまたないっていう思考が出るので、わかる？わかります。で、この営業のやり方だと、この思考で何か営業やる、マーケティングやるとすると、今あるものより外へ外へ出ようとするんだよ。今あるお客さんに対して手薄になるんだよね。で、ここもダメになっていくし、内部も崩壊していくし、外部もなかなかそれ難しいんだよ、新規取る。だから両方ダメになってきますよ、この思考だと。だから実は違うんだよね。今度お客さんとかお金あるじゃないね、これありがた。今あるお客やお金がありがたいと思うと、ここには何が働く？この支えるものは。お客さんとかお金がある。あるっていう信念がこれを支えてるので、宇宙はこれを実現化する。で、そうなると今度何が起こるかっていうと、今あるお金とかお客さんに対して手厚くなるんだよ。そうすると口コミが自然に起こってくる。そうすると、こういう外に向かう努力なくして、勝手に外に出ていくと言ったらそういいんそですうけそうど。そうそう。で、大概の場合、どっちやってるかいや、もう QA キューブ左側、ない信念ないの方だと思います。これ大変だよね。動かなきゃいけないし、またもこっちの、もう今あるお客さんそれも離れていくので、もう崩壊 なので、単純に数字だけ見て、これ売り上げ減ってるなとか、でよそと比べてないとか言う、少ないとか言うと、こっちの信念が働いて崩壊が始まるね、これ。だから数字の見方怖いよ。そうですね。で、どっちに行きたいかって。いや、もうそれは圧倒的に右側。真面目にこれのが楽だよね。うちだって宣伝何もしなくてもさ、お客さんがお客さん連れてきてくれるからさ、楽なんだよ。で、こっちで行きましょうねって話なんだよね。で、ちょっと一回止めて、続きまたやりますので、どうもありがとうありございがとうます。ございます。